こんにちは。幼児教育学科のウェブオープンキャンパスをご覧いただきありがとうございます。私は教員の松本です。これから幼児教育学科について説明をしていきますので、よろしくお願いいたします。本学科は今年で創立54年目を迎え、5000名以上の保育者を世の中に送り出しています。県内の保育所や幼稚園には園長先生や主任などの役職についている卒業生も多くいらっしゃいます。また親子や兄弟で幼児教育学科を卒業した学生も多く、保育士さんの口コミで入学してくる人も多いです。長い歴史の中で培われてきた地域からの信頼があります。就職についても長い間進路決定率 100% を保っています。短大での学びの内容ですが、幼教ではほとんどの学生が幼稚園教諭と保育士資格の両方を取得して卒業します。1年生のうちは幼児教育に関する知識を学びます。2年生では保育所実習、幼稚園教育実習、施設実習の3つの実習があり、実践力を高めていきます。幼教では保育者としての知識、技術だけでなく、心の豊かな幼児教育のプロを育成したいと私たち教員も頑張っています。2年間で知識や技術、心の豊かさを学ぶための幼教の特色を説明します。アピールポイント1つ目、実践力が身につきます。地域の子どもたちを対象にした学生主体の子育て支援イベント、終日やんちゃキッズを開催しています。これは学科内のボランティアグループが計画準備をし実施しています。多い時には600名以上の親子が参加することもあります。また歩いてすぐのところに付属の終日子ども園があり、授業が空いている時間にはボランティアに行くことも可能です。子どもと関わる機会が多くあります。アピールポイント2つ目です。一生ものの仲間に会えます。幼教では少人数の担任制をとっています。担任は入学から卒業まで、場合によっては卒業してからも皆さんのお世話をします。入学時に友人がいなかったり、県外から進学する皆さんも安心して通えると思います。また終日はピアノの授業を個人レッスンで行っています。入学時にはピアノが不得意であっても、卒業時には子どもたちの前でピアノを弾けるようになっています。ピアノの授業だけでなく、学生同士声を掛け合い、助け合いながら授業や実習を乗り越えていきますので、結束力も強くなり、一生ものの友達に会えると思います。アピールポイント3つ目です。終日ならではの授業があります。図画工作の授業の中では折りたたみ式ダンボールハウスを作成します。幼児体育ではベビーマッサージやベビーヨガも体験します。その他の授業でもそれぞれの教員が工夫をして授業を行っていますので、入学してから楽しみにしていてください。アピールポイント4つ目、本物に触れる機会があります。豊かな心を育むためにプロとして活躍されている方々をお呼びして特別講義を開催しています。また本学科の教員の中には、高校や幼稚園の先生をされていた先生だけでなく、現代美術家や声楽のコンサートを開催されている先生もいます。いろんな価値観や考え方に出会える機会をたくさん持っています。まだまだ皆さんにお伝えしたいアピールポイントがたくさんありますので、ぜひホームページをご覧になってください。私たちは保育者になりたい皆さんの夢を全力で応援サポートします。終日短期大学幼児教育学科で一緒に夢を叶えましょう。以上で幼児教育学科の説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。